皆さんこんにちは。久喜市商工会青年部です。この動画では久喜プロジェクト第1弾公園リフォーム事業を紹介します。2020年11月、久喜市内にある白鷺公園をリフォームしました。白鷺公園は埼玉県唯一のラベンダーの名所ですよ。知っていましたか？コロナによる自粛生活が続く中、市民の憩いの場である公園に着目し、リフォームを行うことで社会福祉の増進に努め、青年部活動及び PR 活動につなげたいと思います。で、この後担当で分かれていくという形なんですけども、今日の担当が親方になってくるんだと思うんですけども、今日親方になる人はぜひ大丈夫、ぜひこの機会のパワハラをね、超えた機会。作業が始まりました。リフォームは4つの班に分かれて行います。塗装班、ベンチや遊具、あずま屋にペンキを塗りました。汚れを丁寧に落としてからきれいに塗り上げます。水道復旧班、使用不可能だった水道を利用できるように復活させて、水回りの景観もきれいにします。目隠し設置班、トイレ正面に目隠しを設置することで入り口からの視線をシャットアウトします。滑り台設置班、荒れた斜面を整えて子どもたちが遊べる人工芝の滑り台を作ります。見切りを設置して盛り土をして人工芝を貼り付ける準備をします。あんなに荒れ果てていた土の丘が、なんということでしょう。何度でも滑りたくなる緑の丘に生まれ変わりました。視線が気になって利用しづらかったトイレに、安心できる目隠しが設置されました。土が溜まっていた水飲み場、エレガントな給水スポットに大変身。錆びついてくすんだ遊具がカラフルになって子供心をくすぐる遊び場に、無事時間通りに運営できました。とても大変感謝しております。ありがとうございます。拍手の方お願いいたします。よし、今日は1日、2日間に渡りまして大変お疲れ様でした。ありがとうございました。では最後にですね、こんな状況とか